どうでしょう、そのアバター、その体に満足してますかっていう。どうでしょう、そのアバター、その体に満足してますかっていう。なるほど。これが、あたし？ お、来た！ボーナスタイム、ボーナスタイム。いけるか、いけるか。いけるか、いけるか。どうだ？ B ランク！ちょっとね、今これどう映ってるのか分からへんけど、僕ちょっとこの姿勢でやってみる。はい。このジョン・ウィックみたいな感じで今ライフルが。ごめんなさい、友人が入ってるけど。いらっしゃいませ。ちょっと、ね、先にこれちょっとやってみようと思います。はい、どうぞ。じゃあ、とりあえず一旦 OK で。はい、ありがとうございます。はい、あの、グループテックのオペレーターがあるのもちょっと面白い。なんかあの独特で、はい、ちなみにあのちなみにですね、うん、今通じてきてると思うんですけど、うん、あの戦争さんがあの良ければと言われてます。はい、で今多分このワールドに来てくれてるんで。来てんの？はい。あ、なんかそこにいろいろ人が来てる。いらっしゃいませ、どうもどうも。戦争さんとポーキーさんと、今さっきグルッペ君から聞いたんですけど、あのフランカさん。うん。お久しぶりっす、マジで。マジでお久しぶりです。びっくりしました。いいでしょ。もう撮るの終わったんだったら、もうここからいろいろワールド案内します。あ、いいですか。あ、早速。あそこに入って、トリガーを押してもらったら、突っ込むだけで OK です。ここで行きます。パファンファン、パファンファン。めっちゃ難しい。やっぱね。ほう。はい、入ってください。ほう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 。おおおおでございます。シューティングレンジだ、すごい。でございます。あ、結構ちゃんとした。あ、難しい。はい、こちらに10が、あ、10が右手にございますので。あ、はい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 。長物もありますよ。本当だ。AR で、ハンドガンゾーンで左を向いていただくと、右方向に10が入る。4もあるし、ガーランドもあります。ガーランドもあるので、だいぶ毛たりが。あ、でも生産モデルがあるかどうかとか。あー、はいはい。なるほどですね。あ、あ、レイさん、レイさん、どうもどうも、イエーイ。あの、今、グルッペ君に、手中にはまって、フルトラで遊んでます。レイさんにしてもカッカも早く美女になるんだよ。そう、みんな、ほとんど、ね、ほとんどがみんな美女っていう、今、状況なんだけど。引きを強くの、引きを強くの、引きがあるんですよ。ほう、みんな紆余曲折って日本人が作るアバターって、うん、大概、うん、こいつらぐらいの身長に合わせて作ってることが多くて。あ、そうか、身長の問題もあんのか。結果こうなっているっていうのと、あと、はいはい、あと男性アバター使うと出会い中扱いされかねないっていう。そうだったの。あと純粋に可愛いでしょ。可愛い可愛い。そんな理由もなく私は壁を詰め込んだんだよ。みんなそれぞれの壁があるよね。自分の実に正直になっただけやろがい。いや、これは私はライフル、私はエアガンを売りさばいたらこうなった。サポロアバターでこいつに出会った瞬間、クリアルチャット生活が女になりました。すごくバインバインのムチムチだ。めっちゃ好きな同人作家の同人だ。なるほど。みんなが気を使ってくれている。みんなが気を使ってくれている。すごい、今熱い壁の話をいただいたところだったんで、はい、ありがとうございます。すごい。これ今挑戦してみたんだけど、ちゃんとほらチャンバーチェックもできるし。すごい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 。おー、すごいすごい、ちゃんと野球も飛ぶ。あ、ちゃんと飛ぶガーランドの。はいはいはい、ではどうぞ。ああ、ありがとうございます。あの、がっつり押し込む感じでやると。あ、入った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 。ちゃんと飛ぶ。おー、ね、これで。ね、これで。あ、そうそう。これを手を伸ばすやつ。そうか。で。もうちょい汗かきに。あ、おお。そう、いろいろ安全装置も確か操作できるやつがあったりとかもします。安全装置とか、ね、多分ダメなやつで、グリップを前に手を持ってくる。だいたい何メーターくらい？10メーター？10メーターぐらい。フォアグリップです。へえ。もうちょい前です。もっと前に出てもらっても大丈夫です。あ、本当だ。なるほどね。わあ、いい。リアルじゃ長物使わねえかな。
トムヨンを打ちましたか。これを見つけると思いにあるかもしれないけど、でこれはチャーハンも引けるんで、チャーハンも引ける。あ、ほんとだ、ちゃんと弾を入れること確認できる。これはセレクターが起動できるんで、最後の分野も見れますんで、今フルに入ってるかな。今一瞬反応しました。あ、ほんとだ、切り替えが可能なはずで便利。で一応マガジンを融通すればまた弾が入る。あ、なるほど、すごい、マガジンもちゃんと 3D モデルできてる。で、こうで呼吸もいきますし、そう、一応聞いておきたかったのが、はい、今まででどこに行ったかを聞いておきたかったのも、今まで行ったワールドが、東京丸井さんのサバゲフィールドみたいな。で、軍艦島と、で、なんかガンダムのコロニーの再現したコロニーみたいなのがあると。ってなると、じゃあ、パーティクル5に連れて行きたいっていうのが一つと、あとはね、どうでしょう、そのアバター、その体に満足してますか？どうでしょう、そのアバター、その体に満足してますか？なるほど。なるほど。こうメス落ち化計画。まあね、今多分ね、メス落ち化計画、とりあえず見つけてきたのでね、こんなあったんだけど。ああ、いいね、骨っぽいね。骨としてこう、こういうことか。へえ。サメだ、今ダメの8割サメが。よかったらね、これコピーできるんでね、私に対してビーム飛ばして、で、私をユーズすると、アバターをクローン。クローン、アバターをクローンっていうところがね、はい、そうそうそう。はっ、はい、ビショップ。はっ、はっ、鏡がございます。私たち同じものが見えてるとは限らないので。はっ、これが私。これがあなたですよ。次のところ行くんですけど、ちょっとね、次のところ、これも僕のやつもコピーできるやつ。猫コピーできる。ああ、やっぱここだよな。猫はフリーで出せるから。猫フリーでしょ。いろいろ性能な。誰も何も触るな。猫は商業利用しない。自衛隊のイメージを損なわないっていう。あ、なるほど。フリーなんです。それで準備をするので参りましょう。はっ、じゃあ心の準備ができたらこの鍵を取っておきます。はい、えい、ここがラッド。ほう、さあ、じゃあどうぞ。ビヨンドアップイッツ。横の方に手をやってグッとにグリップしてもらえますか。グリップ、はい、丸いところ、はい、ビッてひっつくんで、おー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 おおおで、うまいこと飛んで、ではスパイダーマンやってください。まあ、進撃の巨人でもいいです。なるほど。
っこいい、いい電池で離すと加速したまま飛べるっていう。よいしょ。パッと離す。そうそうそう。で、よいしょ。よよいしょ。ああ、マジか。グググ。うわぁ。スパイダーマン、スパイダーマン、ジャンジャン、ジャン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 ジャン。ああ、そういうことで、ああ、ああ、ああ、なんか、本当にそういう歴史の、ボストンティーパーティーをご存知か。はい、なんかそんなこともありましたね。そうですね、あの茶葉をね、船から投げ込むっていうね、あれをね、はい、これから体験していただきます。体験してくれる。ここに集まっていただいたボストン市民の諸君、知っての通り先日より我々はイギリス本国より課せられた紅茶に対する税金に対する対抗措置として、はいはいはい、我々は紅茶を自分たちで適正な価格で輸入するという商売を行ってきた。しかしながらだ、イギリス本国やつらは東インド会社の利益を優先させるためだけに東インド会社に茶税の独占販売をさせている。これは我々に対する、我々に対する、なんだっけ、対する、何ですか、あれだ、我々に対する、あれだ、あれだ、東インド会社専売の紅茶の茶税を下げるというとんでもない暴挙を犯した。これは我々の資本主義の自由の侵害だ。侵害だ。そうだそうだ、イギリス連邦よろしく。そうだ、殺せ。そうだ、我々のその自由を侵害している東インド会社の船がたんまりと紅茶場を満載し、今ボストン港に着こうとしている。こんな暴挙、あの悪の筋黒のごってりにこごった東インド会社のインド茶場、あんなものをあんなものを我々の港に止めておいてよいのか。やるわー、落とせー、壊せー、やるわー、許せろー、許せろー、許せろー、我々がやったるべきことだ。クリンク、ボストンコーティーパーソンボストンコーティーパーソンボストンコーティーパーソン。そしてこれは我々アメリカ市民は全く関わりがない。これは何でやったこと、アメリカ市民は全領決戦、インディア行くぞ、ボストンコーティーパーソン。すすめー、おーせーきゃーゆっせーで、あそこにあの船の上にあの茶箱が乗ってるんで、それを全部海に投げ込むと、よっしゃよっしゃよっしゃ、えっ、その感じだったの、あそこ、そうだよ。ボストン港をティーポットにするんだよ。なんでだろ。342万円で投げて、ちなみに全部落とすまで終わりません、これ。え、本当に本当に。なんだこのアウト。ちょっと、認知にも遠くなってしょ。体を動かして歴史の勉強、アメリカの独立とかに関わる結構歴史的にマジで重要な事件なんですよ。いや、それをわざわざね、わざわざめっちゃちょっとなっとりやらないよ。ちょっとやりたいなって思ってたでしょ。ストンティーの概要を聞いた時に、ストンティーパーティーの概要を聞いた瞬間に、これ、あー、俺もやってみてえなと思わないやつがいるとは。まさかと思うから、というか、なんであのロールプレイがみんな完璧になる。相当みたいなやってるな、これ。関西人ですから。それはもうあのプロですから。あとあれですね、あの新人が来るたび、新人ビジターですって人が来るたびにやらされてる。ちなみにちょっとこれ結構あの本当にあれマジで342個川あの海に放り込むの大変だから、割とげんなりしてるぞこれ。ちょっと飽きてんじゃねえか。毎回毎回340個から投げるんですよ。そのなんか、あー、落ちた。あの、はしごがあるんでしょ、ビー、はしご、あった、あった、持ってください。本当だ、ちゃんと落ちてるじゃん、ビー、ビー、ビー、落ちてる。
これもしかしたら。あ、OK。あー、自分でだ。すごいなすごいね。これ東インド大社っていうあのところの旗なんですけれども、あのこれ一人一本落とせるんで。一人一本落とせるの。ドボン。あ、あ、あ、映ってない。映ってない。We'll be right back.